イェイイェイヤバホホホドーン。どっかはい、本日はこれから予定がありましてお出かけに行きますので、準備動画になります。この前上げた動画で何もメイク道具を紹介せずにメイクをしていってしまったので、今日はちゃんとメイク道具紹介しながら準備していきたいと思います。はい、スキンケアも終わっていて、先に下地、こちらですね、コーセーのメイクキープライマー化粧下地。とりあえず顔テカりたくないから、それでちゃんとテカってほしくない部分は塗っていきます。はい、やったら次また下地、クレボポーテボワールコレクチュール N ブレプ、もうわからん、これでも名前長すぎてちょっとしんどい。これも適当にここにくるって言って、この下にも入れます。顔と首の合わせるみたいな。そしたらちょっと軽くスポンジでポン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 します。はい、行きましたら次こちら、ビームビューティーのキープコンフィデンスプライマー化粧下地。また化粧下地、こんぐらい取ってちょっと化粧下着ね、化粧下着塗りすぎかもしれないね。くる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 、崩れてほしくない部分にくるってくれば。じゃあ次こちら、ディオールの D スキンフォーエバーフルイドマットっていう、これを使います。こんぐらいですね。お、ちょっとここでこう伸ばしてからのスッと塗ります。今回は毎日メイクではないんですけど、ちょっとこう遊びに出かけるから気合い入れちゃうかみたいなメイクかな。はい、でこういうブラシっていうのでポポーンってしていく、これは最近し始めた技。韓国のなんかメイクアップアーティストみたいなのは知らんけど、その人がちょっとブラシ使ってて肌綺麗だったから自分も真似して使ってる。合ってるのか分からんけど、でもなんか崩れ方も綺麗な感じしたんだよね、こうやってブラシ使った方が。はい、こんな感じで、まあ、ある程度伸ばしたら、じゃあスポンジでポンポン。スポンジもさ、水含ませるのめんどくさくてさ、カラッカラな状態でさやってたわけよ。でも最近また水含ませながらやり始めて、また全然違いますね、水含ませた方が。こんな感じでやったら次これですね。こちらはメイベリーフィットミーコンシーラー25万。こちらをこのなんつったっけ、鼻の横の赤みとか、頭のこの辺なんか毛穴目立つところとか、ヒゲとか、すごいヒゲとか隠します。この辺とか赤み。はい、こんな感じでやりました。でこれをちょっと置きます。その間に眉毛を描いていきます。眉毛は100均のこのアイブロウペンシルですね。結構適当か。あんまりなんかさ、いっぱい描きすぎるとさ不自然だと思うからさ、これなんか足りない分にフィットミーみたいな感じで、まあ、左右対称ではないとは思うんだけど、左右対称にするのは多分難しい。とりあえずこう足りない部分にフィットミー。
こんな感じで眉毛も描きました。こちら、これはもうパギテ、どんなの描いてるか分からんけど、これはキャンメイクのクリーミータッチライナーのブラウン。もうほぼありませんけれども、これを目頭に描きます。で、この瞳の下にの粘膜にもピッと描く。これで目が大きく見えます。アイライン描いたタイミングでまたこれはコンシーラーを伸ばします。なんかこの方がさ、つまらないな。なんかした方がいいかな。マジで筆使ってやった方が化粧崩れしにくいし、筆でやったとしてもめっちゃ綺麗。全然違います。こう毛穴にまでさ、こうちゃんとファンデーションが入ってくれるのか、くれるからなのかなと思う。でもこのポンポンするのがもうめんどくせえ。このもっとこんなんなわけよ、ほんとは。ね、だけどめんどくさいからこうやってポンポンってはい、こんな感じで伸ばしたらまたスポンジでポンポンします。パンパンピン。そういえばさ、最近妹と、自分全然わかんないんだけど、妹に誘われてついてきてくれと言われて行ったんだけど、あの刀剣乱舞っていうなんかミュージカルみたいながあって、妹の付き添いで行ったんだけど、もう二日酔いプラス寝不足っていうのもあって、あのもうでも本当に申し訳ないんだけど、本当に申し訳ないんだけど眠ってしまったんですね。すみません。眠ってしまい、あのほぼ見てないで、目が覚めて途中からまた見ますよね。あの全然内容入ってこなくて、もう何一つあの分からずに終わったっていう。ただこのなんかこんなミスフリーのパウダーです。でその後になんかライブみたいな感じで、その演技してたその刀剣乱舞の皆様が、あのアイドルみたいな感じでみんなで踊って歌ってみたいな感じでやってて、なるほどねっていう感じで、はい、終わりましたけど、まあ、妹は楽しそうだったので良かったです。なんか新しいこう、新しい、今までそういうの見たことなかったから、ああなるほどねみたいな感じで、まあ勉強というか、まあ知れたよね。で今顔を仕上げました。シェーディングからやってきます。最近これセダンのミックスカラーチーク20、これを使います。もうほぼないんだけど、これをマシュラブル切って顔を削ります。あ、そもそもストレッチツ見に行ったって話もしてないよね。そう、ストレッチツのライブも行ったわけよ。最高でした。ファンミーティングね、こうでしたよ。皆さんたまらなかったですね。本当に一緒に行った友達はもうすごい感動して泣いてて、まあ、自分もちょっとポロみたいな感じで泣かせていただいて、本当に最高な時間だった。また見に行きたいなと思ってるなんか近くで見たよな。もうさ、自分のもうこんなんちっちゃくというよ。行けたから全然嬉しいんだけどね。あの欲を言えばもっと近くで見てみたい。やっぱ人気だからね、あのチケット取るのだけでも大変だから。はい、で同じのでノードシャドウ描きます。ノードシャドウはこう描かずにこっから始めてって言えばいい。ちょっとこのなんか海外の人の鼻筋をちょっと今これはあの鬼奴みたいな感じになってるけど、馴染むかな。馴染むかな、大丈夫。こんな感じで次、鼻はこうまっすぐスッと描いて、ここは四角、
ちょん、ちょんみたいな、この四角っぽく書きます。で、この鼻の下にも書いて、で、この口のこのへこみの部分を書いて、この下も書きます。結構まっすぐ。で、今これちょっと書きすぎだなみたいな時は、のさっきパウダーで使ったこのブラシでパンパンパンってなじませるからね。次、アイシャドウ。まあ実は久しぶりにこういうなんか真面目なメイク動画みたいな感じで出すからさ、ちょっと語彙力ないみたいな。これクリオアイパレット13番ピクニックバイザサンセットみたいなやつ。これさ、自分友達から誕生日プレゼントでもらったんだけど、これ2個目なんですよね。すいません、あの違う人から2つもらった、違う2人から違う人からもらったっていう気まずい感じ。はい、すいません。ちょっとこのくすみピンクみたいなのはちょっとここではあんまり分かりにくいけど、ちょっとなんかくすみピンクみたいな感じなので、これを目尻に塗ります。こうくの字の描くようにこの下もちょっとピンクみが、まあ、くすんだピンクっぽい感じで馴染むさえで、これをこの下のまつげ際ぐらいな感じのものもちょっと塗ります。で、少しこの隣のちょっと暗めの色で目頭、あ、目頭じゃない、目尻に足します。で、同じ色を目頭にも足します。でもさ、あの離れ目だからさ、目と目の距離を近くしたいんだよね。で、あのさっき使った1回目に使ったこのピンクっぽいくすんだピンクカラーで涙袋も一緒に、顎をもっととんがらしたいのでシェーディングを取ってこう削ります。やっぱ太ったのでシェーディング使う量もね増えてきますよ。次、チークです。チークを最近そのさっき言った韓国のそのメイクアップアーティストみたいな人が、てか韓国アイドルもなんだけど、チークをさこの辺にこの辺にしてるんだよ。それがめちゃくちゃ可愛いから、それをやっていきたい。ちょっとこうポンポンポンってしながら、この目尻横ら辺からこの下の方に薄くね、薄くつけすぎたら酔っ払いみたいになるからさ。はい、鼻毛で来ました。次ですね、次はリップ。リップはまずなんかね、今このファンデーションとかいっぱいリップについてるからさ、これを拭き取ります。拭き取るわ。この感じでもともとこう血色がある方だと思うからさ、このウェットティッシュとかで拭くだけでも結構色がこう出てくるんだけど、これを使います。ロム&のちょっと名前わかんない、この色、こういう色ですね。これをコンコンコンとポンポンポンと置きます。で、この色もなんかね、これも韓国アイドルがさ、なんかのリップの色を見て、ちょっとこう蛍光っぽいピンクを塗ってる気がして、青みピンクっていうのかな、そう、なんか青みピンク塗ることによってこうジュワ感があるんかなっていう、そう、こうなんか血色感と思って青みピンクを買いました。
前にも紹介してるのかな、このリップは。で、ちょっと今みたいなあれした、ハイライトはこの、クリオのクリオプリズムエアハイライターゴールドシェアみたいなやつを高く見せたい。この鼻のてっぺんここと、ここが自分こうすごくへっこんでるからさ、ここにも入れて、鼻先にも入れて、顎にも入れて、とこの木のあとなんかこの辺にさっと、あんまり入れすぎない方がいいかな。自分ここの頬骨が出てる方だから、あんまり入れずに軽く入れます。で、あと最後に残してたの、忘れてたのがあるんだけど、このデジャビューのラッシュアップマスカットみたいな、マスカットじゃない、マスカラマスカラです。これをこの目尻のまつげだけ、はい、終わり。あとはちょっとあの髪セットと着替えをしてきます、後ほど。はい、続けて準備完成いたしました。今日はこんな感じでできます。今日は全身シーンここで、でこれもシーン、このインナーは自由だけど、このネックレスもシーン、このサングラスもシーンで、バッグがこの購入品紹介でもバッグ紹介したバッグ、これもシーンさ。でパンツがデニムなんだけど、で自分で長ズボンだったけど半ズボンにしたやつ。このマイピアルさ、これシールっていうね、これこのシールを貼ってます。もともとマイピやってたんだけど、あの排除して、つけられなくなったんで、ちょっとこのシールを貼ってマイピを楽しんでる感じ。気づいた人はいますでしょうか、この襟足。僕はこんな襟足長くありません。なんかこういうニットとかつけるときに襟足でしたら可愛いなぁと思って、今日ちょっとつけてみたけど、いい感じで、ちょっとこう抑えるためにサングラスしてる感じ。というわけで今日はこんなです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。少しでもなんか参考になったらいいですけれども、どうしようか皆様。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。カルセラ2だ。